BPM はデスクトップミュージックの略で、パソコンで音楽を作ることの総称。ヒット曲の制作でも当たり前に使われているんだ。この DTM 何がすごいって、少し前までは音楽制作はレコーディングスタジオでが当たり前だったのに、パソコン1台で高品質な音楽が作れちゃうこと、今やスマホやタブレットでも簡単にできちゃうのよ。そんな1億人総音楽クリエイター時代、アマチュアが制作を行い楽曲を SNS にアップしたりすることで人気になり、新世代アーティストとして続々とメジャーデビューしているんだ。DTM という言葉を日本に浸透させたきっかけは、今から36年前の1988年、日本の大手電子楽器メーカーローランド社が開発したミュージクンという音楽制作キットの登場からだと言われている。このミュージクンはパソコンで音楽を作るために必要なハード、ソフトが全部揃っていて、パソコン上の譜面に音符を置いてしまえば、ドレミの音をデジタル化し電子音として再現することで簡単に作曲できたの。ただ譜面が読める人や音楽の素養がある人でないとなかなか扱える代物ではなかったこともあって、楽曲の補助的な色合いが強かったの。こんな感じで産声を上げた DTM なんだけど、その後 Windows95 の登場によってソフトの開発も進み、パソコン上でやれることがどんどん増えていく。DTM の成長期って感じで、あらゆる楽器がデジタル化で再現できるようになっていき、プロの人たち、音楽に詳しい人たちに愛用されていった。でね、ここで DTM 最大のハードルがあるんだけど、それがボーカル、声の再現だったの。その状況を打破したのがボーカロイドの登場。開発したのは当時ヤマハに所属し、後にボーカロイドの父と呼ばれる剣持秀樹さん。剣持さんは2000年頃から1台のパソコンで1曲全てを完成させる究極の DTM 開発を目指していた。開発から数年、大きなネックとなっていたのが人間の発声にどう近づけるか。そこで行ったのは、実際の歌手の歌声から取り出した音声素編と呼ばれる声の断片を収録すること。実はこれって途方もない作業で、あいうえおの50音だけじゃなくって、音と音の間に含まれる母音と子音のつなぎ音まで収録していったんだ。これどういうことなのか、例えば千本桜という歌詞を歌う場合、せとんの間に含まれる微妙な音、こんな音普段意識して発声しないでしょ。そんな音を細かく収録していくもんだから、声を提供する人がこんなん気が狂っちゃうわって逃げ出しちゃうこともあったんだって。努力の甲斐があって、やっとこさ人間の歌声にようやく近づけることができ、いざボーカロイドとして発売。ところが当初の反応は散々なもので、全く売れなかったみたい。その後も改良を続ける中、音と音の間の息遣いまで分析したボーカロイド2を発表した頃、転機が訪れる。それが初音ミクの登場。ボーカロイドという技術を使うことで、声を自在に操れるバーチャルシンガーとして発売されたんだ。その後ボーカロイドの認知は爆発的に広がり、 DTM はこれまで以上にセミプロやアマチュアの人たちにまで普及していくことになる。そしてそのおかげで新たな音楽の才能が次々と発掘されていくんだ。とりわけ注目を集めたのが通称ボカロ P、 ボーカロイドを使ったボカロ曲を作る音楽クリエイターたちだ。彼らは個人で制作した楽曲を YouTube やニコニコ動画にアップし、その才能を見出されメジャーデビューを果たした。これまで CD が売れなくなって音楽業界が厳しいなんて言われていたけど、日本の音楽配信の売り上げは2年連続で過去最高を更新している。さらに現在 DTM に変革をもたらすものとして生成 AI が注目を集めている。中でも音楽生成 AI スノは、歌詞もボーカルも全部勝手に作ってくれると大きな話題に。キーワードを入力するだけで、なんとたった数十秒で2分のボーカル入りの曲を作れちゃうの。試しにちょっと1曲作ってみるね。例えば僕が書いている歌姫ロボットが活躍する SF 漫画の壮大なテーマ曲と入力すると、なぜこんな音楽が作れるのか。専門家によると、この生成 AI はネットに公開されている音楽を元に学習しているらしいのよ。でね、この生成 AI の登場は大きな波紋を呼んでいる。2024年4月、アメリカでは有名アーティストなど約200人が AI による音楽制作への権利侵害を訴えた。今やヒット曲誕生の鍵を握る DTM。 開発者の飽くなき探求心からその技術が高まり、初音ミクをきっかけに新たな音楽の才能が見出され、これまでにない音楽が次々と生まれている。誰でも音楽制作が可能な1億総クリエイター時代を迎える中、この先どんな音楽が作り出され、僕たちを楽しませてくれるだろうか。そんなことを考えると、ちょっと贅沢な気分になってこない？